Thank you.
は田中克実です。今日はようこそお越しくださいましてありがとうございます。これからも、約2時間ですね、このとても今日素晴らしく注目をしてくれた僕の優秀な人ですしに、素晴らしく準備してもらえたので、このピアノの響きを一緒に楽しめたらとても幸せです。どうぞよろしくお願いいたします。今最初に演奏させていただいたのはラヴェルの亡き王女のためのバラードということです。この曲をなぜ僕が最初に歌うのかと言ったら、小学校5年生の最初始まりぐらいですかね、かつての男子の先生にレッスンにつき始めた時に、この先生のその頃 LP だったんですけれども、 LP を実際のここにいる先生が LP になって写真でこうやって写っている、その LP に初めて針を落とした時の1曲目がこの曲でした。もちろん、うちの両親は僕はピアノが大好きなのを知っていて、ピアノで曲アルバムとかそういうものをたくさん買ってくださってくれてたんですけれども、そのラベルという作品はまだその頃僕子供の時に名曲アルバムとかやっているようなものではなくて、生まれて初めて針を落とした時にそのスピーカーから流れて、本当にこの曲の美しさにびっくりして、本当前立腺に稲妻に打たれたような感覚があって、僕もいつかこういう素敵な曲を弾けるようになりたいなと思ったのと、あとやはりこういうふうに実際にいる先生が LP を出して世に広げられるようなピアニストになりたいなと、漠然とですけれども夢を描いたのもこの曲がきっかけかなと思います。次に弾かせていただくのはコフナメメントという曲です。コフナというのはとても古くからという意味なんですけれども、これはラヴェルが20歳の時にまだパリ音楽院の学生だった時に作られました。かなり彼はこの作品に自信を持っていて、初めて出版にこぎつけた曲です。コフナというのでとてもこう美しい音楽かなというふうに思うんですけれども、さすがその辺はラヴェルの若い頃の前衛的なハーモニーが散りばめられているようにしているものです。では、ラヴェルの最初の出版作品、ピアノの出版作品、コフナメメントを聴きます。
17年にこれで作曲
と思ったんです。1917年にパリへ戻ってきた。で、間もなくお母様が亡くなるという、とても悲劇が起きました。戦争でたくさんの友人を亡くし、で、こっちへパリに戻ってきて、大切な大切なお母さんを亡くし、一度にそのまだ若いラベルがたくさんの自分の周りの人たちの命を見守るというか、見取るというか、そういう時期だったそうです。これから弾く6曲も、それぞれ第一に世界大戦で亡くなった親友のためにということで捧げられた曲です。とても明るい曲なんですけれども、バスへの楽しみに来られて、どこか、エレジー的な要素も含まれていたのかなと思います。では、6曲続けてください。
Thank you.
演奏会のお知らせというのを撮っているんですけれども、僕は河合のモテサンドのパウダーで、アンサンブルシリーズというのを定期的に開催させていただいています。それの第5回目が、4月の15日、来年の4月の15日にカウンセリングを行われます。第5回目なので、アンサンブルとして、50層をやりたいなと思って、第5回で、ということで、バスをやることにしました。で僕の友人である谷口さんにチェロをお任せして、で彼の友人に、後にバートをお願いしております。で、日にちを見ていただくと4月の15日なんですけど、良い子の日ですけど、実は僕の誕生日でして、とてもまたこういう感じでトークを交えながら、マスと、あとシューベルトの一番最後の作品ですね、960のソナタを、これから発されたのがまた、またですね、見つめて、上手に聴けるようになるまで頑張って、お送りしたいと思いますので、ぜひ皆さんお越しくださいましたら、嬉しいです。よろしくお願いします。で、いつも僕のライブに来てくださってる方も大体お察しがついていると思うんですけども、ここの、今のページですが、ね、どこにあるんですか？あ、これですね。はい。ここのところに、色のシールが貼ってあるんですけど、皆さん、どっかにご存知ですか？シール漏れはないでしょうか？大丈夫です。ありましたね。それでですね、僕からのささやかなプレゼントを、3人の方に用意をさせていただきました。で、当たりの色はですね、しつこいくらいにやっぱりオレンジがいいので、オレンジのシールを出していただいたんですけども、オレンジの方、いらっしゃいます？オレンジ。まあ、これはピンクですけど。白いところに入れました。この辺かな、この辺にポチッとオレンジ色の、あとの方は下についてるんですけど、オレンジの形がすごく分かりやすいようにここにシールが貼られています。すごいですね、おめでとうございます。その方はお帰りにですね、僕が大好きな赤のスパークリングワインでは後半に移りたいと思います。後半はショパンの作品をお送りします。今回お送りする曲はショパンの晩年の曲になります。最初の2つのノクターンもピアノ様と第3番も1845年ですねに作られました。ショパンが亡くなる4年前、その頃というのはショパンはもうジョルジュ・サンドともうまくいってなかったし、そんな病がかかってはないですけれども、もともと病弱だったので、でその不仲もあって本当にますます体がボロボロになり、気持ちもボロボロになりという時だったと思います。これから弾く2つのノクターンもいろいろな思いとかが試行錯誤している曲です。嬉しさとかもあれば、悲しさもあり、見せなさもあり、激しさもあり、という感じです。僕ももう決して若くない年になって、いろいろ、本当に、まだまだなんですけれども、少しいろいろなことが分かってきて、若い頃に聞いた作品なんですけど、もう一度掘り下げてみたいなと思って、今日取り上げてみました。では、2つのノクターンを聴いてください。Thank you.
Thank you.
アンコールでクラシック以外の曲を素敵にアレンジをしていただいて、でそれを披露するということを書いて流れやらせていただいているんですけども、実はこのリサイタルに向けてとても素敵なアレンジをしてくださった先生がいらっしゃって、今日お越しいただいているんですけれども、紹介させていただきます。石川かおる先生です。先生こちらです。1回エッセンをしていただいたんですけども、その効果があったらまたお酒を飲んでください。